ブリブリ、エクセキューター、術軍禁地から無事戻ってきたんだよね。今から黒曜に来てもらえないかな。いいよ、すぐ行くね。ふふ、予告。エクセキューターを待つ新たなる開口、新メンバーの加入によって物語は新たな展開へ。何の予告だよ。私もよくわからないけど、すごく楽しそう。ようこそ。自己紹介は不要よ。さすがね、私の存在に一目で気づくだなんて。吸域になじもうと、その特別なオーラは隠せないわ。隣にいるのが常に行動を共にしているシャーリーさんね。そしてあなたが噂に名高いエクセキューターさん。はじめまして、矢野と呼んで。はあ、こんな真剣な矢野ちゃん初めて見たよ。エクセキューターとシャーリーちゃんも覚えてない？前の台本に登場してたんだよ。あ、吸域に来た時のサバイバルスキルを教えてくれた人。樹皮を食べると生き残れるとか。そう、でもそれは未開の地で遭難した場合の話ね。次は古代文明の艦隊に遭遇した時の対処法も検討するわ。あとは妖精の国に迷い込んだ時のファーストコンタクトの仕方とかもリストに入れよう。まずは文明レベルを観察してから、状況によって危険度を判断するのが基本ね。あ、ごめんね、ついいつもの癖で。ブルビーちゃんと仲良くしてくれてありがとう。やっとお目にかかれて嬉しいわ。二人が術軍禁地に行っている間、吸域のことを勉強しておいたの。助けが必要になったら遠慮なく言ってね。それじゃあこれからはよろしくね。矢野ちゃんがいれば何も怖くないね。このメンバーならどんな試練もミラクルなしで解決できちゃいそう。でもこれで終わりじゃないんだよ。今から歌集天文へ新しい仲間を迎えに行くの。え、もう一人来るの？うんうん、リアクターがうまく起動できなくてね、本部から助っ人を送ってもらったんだ。みんなで協力すればきっとすぐに原因を見つけられるんじゃないかなって。またトラブル？黒曜の改造って一筋縄にはいかないんだな。理論上ありえないことって本当に起きるんだね。こういう時は一人でも多くの知恵を借りよう。だね。ネクストミッション、ハガード本部の仲間を迎えに行くべく出発。あの、もしかして。23分47秒。ブリ？23分47秒も待たされたってことよ。え？同じチームとして私のテンポに合わせてもらわないと困るの。あなたたちのことは事前に調べさせてもらったわ。ブレビー、矢野、シャーリー、エクセキューター、これまでの任務の成績をもとにあなたたちの予想到着時間を算出しておいた。え、成績って本部に記録されてるんだね。経費が増えてるといいな。さて、移動時間も入れてあなたたちはいつ出発すべきだったと思う？効率が悪い人は嫌いなの。正解は私のメッセージを受け取ってからすぐよ。残念ながら私はあなたたちを買いかぶりすぎたようだ。貴重な20分を失ってしまった。だから今後はくれぐれも私の時間を1秒も無駄にしないこと。わかった。まあでも第9地区の出身なら無理もないか。少なくとも本部には
こういう時間に無頓着な人間はいないから。本部のお偉いさんを待たせてしまってすみません。反省しますね。パロッティよ、長官はいらないわ。パロロさんって太っ腹。よろしくね。よろしくお願いします。それじゃあ早速行きましょう。お先にどうぞ、お偉いさん。皆さん、お帰りなさい。今、黒曜のシステム診断を終えたばかりですが、異常なしでした。ふう、自己診断じゃわからないんじゃ、ちょっと厄介だね。出力トラブルの要因を、早く探し出さないと。出力って、動源の？改造前の黒曜は、ずっと省エネモードで稼働していたんです。供給できる動源の量が限られており、時の印の維持で精一杯でしたので、その制限がなくなった今、吸域全体を賄えるだけの出力は可能になったはずですが、なぜか黒曜をフルパワーモードで起動できなくなっちゃったの。出力を一定以上に設定すると自動的にシャットダウンしちゃうんだよね。はい、自己保護プログラムの一種でもないみたいで。それでまずは構造的な問題がないか黒曜の診断を依頼したんだ。結果は異常なしでした。動源の出力を上げられないと、また第三代時の印システムの開発に支障が。システムの自己診断がダメなら、私たちが一個ずつ調べるしかないね。俺たちは何をしたらいい？うん、ありがとう。次にやることの大体のイメージはできてるよ。貴玉様に烈人氏の権限を解放してもらって、手作業で中身を点検して、あとは結果を見て考えようかな。うんうん。ふう、変化は計画よりも早し、これも吸域に来て学んだな。烈人氏の権限ですか？わかりました。実は貴玉様がすでに皆さんをお待ちです。陣宮へ行きましょう。原本を解析したところ、リンハン様とドクターレベリアの仮説を裏付ける結果が出ました。術群禁地はいわば黒岩文明の実験場で、ナインが接触した孵化装置もその設備の一つです。装置の原本には直近のナインとエクセキューターのデータが残されていましたが、それ以前の記録は破損が激しく解析が不可能でした。全体は闇鬼、もしくはそれに類似する生物に変換されますが、目的は定かではありません。また、孵化後のナインは力が不完全な幼体にとどまっています。ナインが各遺跡のクリスタルポーラーを奪ったのは、幼体から成体に進化するためでしょう。孵化装置が生み出せるのは幼体のみ。そして完成体になるにはさらなる力が必要。まるで一種の自然淘汰の機能ですね。生き残った強者だけが成体になれるのでしょうか。情報があまりに少なすぎるので断定は避けましょう。解析はまだ途中ですが、内容があまりに膨大なため完了の目処は立っておりません。わかりました。では、私はこれで失礼いたします。ハガードから来たパロッティさんですね。皆さんの要件は分かっています。黒曜改造は初めての試みなので、そう簡単にはいかないのでしょう。お役に立てることがありましたら、何なりとおっしゃってください。まだ予想なんだけど、オムニアムリアクターの互換性か、オムニアム輸送装置の問題だと思う。
黒曜の中を調べられるよう烈刃士の権限を解放してほしいの。部品を一個ずつ点検すればどこが悪いかわかるでしょ。ね、パロロさん。烈刃士のアクセス権をください。いいでしょう。ユン、烈刃士の権限室に案内してください。はい。ブリブリ、調査の進捗を報告するね。烈刃士の診断結果だと黒曜のハードウェア自体は何も問題なかったの。もちろん手作業で確かめる必要はあるけど、多分同じ結果になると思う。それよりも前回の起動でオムニアムリアクターをゴゾトスに接続できなかった件が関係している気がするんだ。専任権限者を代表して言うけど、ゴゾトスの権限付与機能は正常に作動していたわ。誤った方針は問題解決を遅らせるだけよ。専任権限者って何ですか？権限レベル5を持つゴゾトスネットワーク管理者は、ハガード本部のオペレートアークという組織に所属し、通称専任権限者と呼ばれている。そしてあなたたちがオムニアムリアクターを初めて起動しようとした時、ゴゾトスのアクセス権を付与したのは他でもない私よ。大体エルリック様と同じ権限を持つ私への敬意が全く足りないわ。ここから先は私に主導権を譲りなさい。そして吸域起因の問題に専念しなさい。さっきの点検でその可能性は排除できたはずだよ。え、それともすっごくレアなミラクルが起きたの？でも科学的な論理に反するミラクルってなんだかムズムズしちゃう。研究者の端くれがそんな幼稚な単語を軽々しく口にするなんて聞いて呆れる。そこまで固執するなら特別に許可を下すから自分で思い知るがいい。まあ大宮地区の連中は学ばないことで有名だけど、特にあなたのような論文以外に取り柄がない半端者はね、よくクビにされないわね。うん、親愛なるパロッティ長官、ブレビーちゃんの実績をご存じないんですね。資料と表面的な印象で人を判断するのはいささか遷慮では。言っておくけど、これは大宮地区全員に対する印象よ。当然の評価だわ。不満があるなら今から違うって証明してみせればいい。まあ頑張ったところで大宮地区のせいでアイダの子に大量の機密資料を盗まれたという黒歴史は消えないけど、
私が開発したプログラムごとね。あなたたちが尊敬してやまないエルリック様がどんな風に頭を下げてきたと思う？あなたとエルリック様は同じ階級でしょ？アイダの子を止められなかったエクセキューターが何も言うな。あなたはおとなしくブレビーのボディーガードをやってればいいの。あとはそこのドアを見張ったりね、戦闘員さん。おっしゃる通りですわ。あなたを敵と間違えないように気をつけますね。わあ、矢野ちゃんとパロロさんの急接近展開、友情メーター急上昇だね。すみません、貴玉様からの呼び出しがあって。そうそう、先に失礼するよ。了解だよ。じゃあパロロさんの期待に応えられるように別の調査方針も考えてみるね。矢野ちゃんの手伝いも必要かもしれないから後でよろしくね。水州の深淵の渦は全て対応済みです。おかげで被害を最小限に抑えられました。遺跡の警戒も最大に引き上げましたが、まだ何人の痕跡は見つかっていません。また第3代時の印システムの実装は先送りすることになりました。わかりました。エクセキューターさん、シャーリーさん、カシュー遺跡で戦った時の状況をもう一度詳しく聞かせてください。ナインはクリスタルポーラーを手に入れた後、特別な暗闇に守られていました。雰囲気も強さも他の暗闇とは明らかに違ったんです。そのせいで私たちは最後までナインに近づけませんでした。うん、あの暗闇は初めて見ましたが、かなり手強いものでした。ナインがいつも操っている闇鬼でもなくて、ナインが新しい力を手に入れたと考えるのが妥当でしょうね。実はトビノスや英知で大変強力な新種の暗闇が現れたとの報告が届いております。ナインはまだカシューにいる可能性が高いです。次の奇襲に備えて有効な対策を探さなければなりません。つきましては皆様に今からカシューへ赴いていただきたいのです。わかりました。二人ともどうか力を貸してくれ。竜たちだ、早く援護しよう。妙慶様にかっこ悪いところを。大丈夫？早く見せて。ただのかすり傷だよ。俺が暗闇に囲まれる前に姉貴がボッコボコにしちまっただろ。
妙慶様とエクセキューターさんもすぐに駆けつけてくれたし、本当に大丈夫だって。ごまかそうとしたって無駄よ。その手をどかしなさい。これくらい平気だって。その傷、応急処置をさせて。ありがとうシャーリーさん、これならもう一戦くらいはできそうだな。強がるんじゃない。だから大げさだってば。何かあっても天下無敵の姉貴がさっきみたいに助けてくれるだろ。ちょ、何言ってるのよ。暗闇にやられて頭おかしくなったんじゃないの。な、いたたたたた。もう一発欲しい。本当に仲がいいね。妙慶様も新種の暗闇のことを聞きましたか。何人目、また厄介なものを生み出しやがって面倒なことになりました。ああ、大体の特徴は分かった。対策を打たないともっと大きな被害が出かねないだろうが、水州の生き餌たちにも伝えておくよ。一緒に戦ってくれてありがとう。こちらこそ、皆さんのおかげで助かりましたよ。では我らは先に戻ってスザクさんに報告しますね。ランの怪我は大丈夫？結構苦しそうにしてたから。しばらく安静って言われたんですけど、寝室はもうもぬけの殻でしょうね。でも皆さんが心配してくれたこともちゃんと伝えておきます。うん、早く家臣府に戻ってあげて。よし、またいつもの勝負と行くか。怪我人が勝てるわけないでしょ。さては姉貴、負けるのが怖いんだな。はあ、待ちなさい。いつも賑やかでいいな。妖金って大人っぽいイメージがあったんだけど、ああいう一面もあるんだな。兄弟がいる人ならちょっとわかるのかもしれない。え、私も似たような感じだったから。私の場合はいたずらを仕掛けることが多かったけど、例えばお兄ちゃんのためにドリンクを用意するふりをして大量のレモン汁を入れたり。ね、聞いただけで酸っぱそう。だって私に厳しすぎるんだもの。今思えばお兄ちゃんは私のためにいっぱい苦労してたのに。成長したシャーリーを見たらきっと嬉しいだろうね。でもきっと自慢の妹だと思っているんじゃないかな。うん、ブリブリ、今大丈夫？今用事が終わったところだよ。どうしたの？こっちの調査も一段落ついたから、今から黒曜に戻ってこれるかな。多分大丈夫だと思う。俺も水州に戻らないと。今度またゆっくり話そう。それじゃ。基本点検は終わったけど、思った通りね。全ての元凶は吸域を覆っている未知の電波と見ていいだろう。ゴゾトスとリアクターの時空超越通信を妨害してアクセス権限を勝手に奪ったり、黒曜の出力を制限したり。こんなことができるのは別人しか、時の印システムしかないわね。パロッティ様。冗談よ。でも今からいくつかお願いできないかしら。もちろんです。少々お待ちください。うんうん、じゃあ次は私が報告する番だね。黒曜の改造設計書を見直したんだけど、構造はちゃんとオベリスクと同じになっていたの。でもシステムが途中で吸域仕様に変更されてしまった可能性もあるから、ユンに調査を依頼したんだ。それから精神碑や時の印などの時の鍵シリーズが改造後の黒曜に適合していない可能性も考えられるのね。この辺は今矢野ちゃんが天正閣に行って検証してくれてるんだ。俺たちは何をしたらいい？あと問題があるとしたら四国だと思うから、二人には四国の稼働データを集めてきてほしいの。もちろんただのスクリーニング検査だから
一箇所だけで大丈夫だよ。どの四国でもいいの？うん、データを集めるときはこの装置を使ってね。あとは、なんだろう、これでいいや。ここに一番近いのは加州四国だよな。玉蘭さんに会いに行こう。うん、出発しよっか。お久しぶり。元気にしてた？うん。ただ玉蘭さんの手を借りたいことがあるんだ。実は黒曜の出力に問題があって、ブレビーさんと原因を調査している最中なの。それで四国の稼働データも欲しいって言われて。そういうのってもらえたりする？分かったわ、一緒に来て。多分ブレビーさんが必要なのは改造前と改造後の比較データだと思う。いろんな時期ごとのデータを抽出しておいたわ。それと道元の貯蓄量の低下に伴って四国の設定も何度か変更されているから、その数値の変化が分かるものも用意したよ。玉蘭さんって手際がいいよね。いえいえ、国営として当たり前よ。ただデータが結構膨大だから少し時間がかかるけど、いい？大丈夫、そんなに急ぎじゃないはず。そうだ、二人は術群で見たのでしょ？ナインがああなった理由を。白虎様としての功績が大きいのはわかるけど、吸息を苦しめていい理由にはならないわ。だって奪われた命は戻ってこないんだもの。そう思うと心がモヤモヤしてね。貴玉様にも相談したことがあるの。貴玉様はなんて？いえ、特に何も。自分を含む誰かの意見に左右されてほしくなかったのかもしれない。でも正直まだ複雑な気持ちで、真相が分かっても受け入れがたいというか。無理に白黒つけようとしなくてもいいんじゃないかな。玉蘭さんが納得できればそれでいいと思う。俺たちも最後まで真相を追求するさ。うん、さっきまでモヤモヤしてたのが嘘みたい。なんだか武術の修行に似てるわ。修行の時も時々壁に当たって苦しいけど、それを乗り越えると新しい世界が開いたような気がするの。あれ？武術の考え方って結構万能なのかも。本当に武術一筋なんだね。それは貴玉様にも言われたわ。これからも貫くつもりよ。データの転送が終わったみたい。はい、ありがとう。それじゃあもう黒曜に戻るね。気をつけて帰ってね。
まずいよ、まずいよ、まずいよ。烈人氏の問題じゃなかったか。これじゃ調べられないよ。すんごい大口叩いちゃった。パッパ、なんとか言ってよ。このままじゃ私、面目丸つぶれだよ。ブリブリ。私も最初は同じことを考えたんだ。でも烈人氏とグザトスは互換性がないから、通信構造の衝突は起きないんだよね。他に干渉できそうなものは吸域にはないし。あなたたちいつからここに？このぬいぐるみ、パッパっていうの？話してたよね。パッパ、何のことかな。聞き間違いだよ。大体の見当はついてるんだ。今から貴玉様に確認してくる。さっきの、はあ、私は何も見てません。パルロさん、貴玉様のところに行ったのかな。話を聞きに行こう。あ、うん、私たちも行こう。申し訳ありません。予想外のことが起きまして、道元の出力制限を一時的に緩和できるよう、私の方で烈人氏のプログラムを変更しておきました。ですがそれだけでは第3代時の印の運用条件を満たすことはできないでしょう。理由はやはりハガード本部にあるかと思われます。近いうちに原因を究明し、必ず解決策を提示すると約束します。黒曜の点検も無事終わったよ。何度も検査したんだけど、やっぱり黒曜の問題ではなかったから再調整は不要だね。だから黒曜の改造は無事完了したってことで、そろそろ第9地区に戻ってエルリック先生に報告しなくちゃね。貴玉様には本当にお世話になりました。ありがとうございました。こちらこそ感謝いたします。ハガードの協力がなければ道元枯渇の危機はとても乗り越えられなかったでしょう。どうかこれからも私たちにお力添えください。それからユリン長官が時の印をベラにも応用したいという意向を示されておりました。この件に関しては天正閣の耳と技術開発を進めています。皆さんとは同じ船に乗った仲間です。原稿の解析が終わればベラの暗闇対策にも役立つかもしれません。前に持ち帰ったものですか？ええ、原稿も時の鍵も異星文明が残していったものです。特に原稿は暗闇に関する重要な情報が秘められているはず。解析を急がなければなりません。しかし烈人氏単独の処理能力ではかなりの時間を要してしまうでしょう。残念ながらそれを待つ余裕は残されていません。それってつまりハガードのゴゾタスにも解析に参加してほしいということですか？はい。ゴゾタスの時空超越通信を使えば遠隔での共同解析も可能だと思います。この件は直ちに本部へ報告し、返答があり次第すぐにお伝えしますね。ありがとうございます。皆さんからの朗報をお待ちしております。また貴玉様からの呼び出しよ。至急黒曜に来て。イカロス、お二人ともお久しぶりです。
ハガードの応援チームが救域に到着したので、僕も全力で皆さんをサポートしますね。本当頼りにしてるよ。自己紹介の手間が省けたようね。よかったわ。今日は私からも発表があるの。後で説明するけど、黒曜の出力トラブルの原因はやっぱりアクセス圏の異常にあった。そして原稿の解析もゴサトスの参入のおかげで順調に進んでいるようだけど、今日はきっとその結果が発表されるでしょう。ナインと吸域、そして人類の行く末がわかるの。そうよ、出発しよう。貴玉様、まずは私から報告させてください。あの後再びこちらでゴサトスの権限付与機能を点検いたしました。その結果、リアクターがゴサトスへのアクセスに失敗していたことが判明しました。両者の通信は一見正常に行われていましたが、ゴサトスの機能上、黒曜のオムニアム出力を調整するのは不可能でした。そこで烈人氏と相談し、ゴサトスの権限付与プログラムを改変したところ、今度こそ黒曜をフルパワーモードで起動することに成功したんです。少々ややこしいのですが、実はオムニアムリアクターにはゴサトスとは異なるもう一つの指令が届いていました。それが私の言っていた未知の妨害因子の仕業ですが、二つの指令は酷似していました。そのためリアクターは別の指令を実行してしまい、ハガードからゴサトスに信号を送ってもアクセス権を付与できなかったのです。それじゃあ黒曜はどうやってマーラのオムニアムを抽出したの？それは妨害因子の正体を説明する必要があれば。前回は根拠もなく烈人氏が原因だと決めつけてしまい、その線量だったと反省しております。そこで本部と水州の資料を調査したところ、答えにたどり着いたのです。実は烈人氏にも権限を付与する機能があり、黒曜がオムニアムリアクターに接続しようとした時、ゴサトスの代わりに烈人氏が反応していたのです。吸域の烈人氏とハガードのゴサトスにそんな共通点があったなんて、ただの偶然？それを説明するには吸域の起源に遡らないと。アーシャ、ベラを含む間星の各地域の人類は全員宇宙船ディスカバリー号に乗っていた移民の末裔なのです。しかし皆さんもご存知の通り、この人類の大移動は順風満帆なものではなく、残酷な教訓を歴史に刻むことになります。我々も先人たちのように今回の窮地を乗り越えられるといいのですが。話を戻します。ディスカバリー号が間星の軌道上で自爆する直前、5隻の移民船が脱出しました。我々アーシャの先祖を乗せた2隻は無事着陸できましたが、他の2隻は墜落、1隻は行方不明となりました。しかし驚くべきことに、アーシャと水州の資料を照らし合わせると、吸域人が移民船8号の子孫であることを示す証拠が次々と出てきたのです。つまり我々は共通の祖先を持つ仲間というわけですね。これで吸域が他の人類から孤立していた説明もつきます。なんという嬉しい事実でしょう。こたびの問題から思いがけずこのような発見にたどり着くとは、これも災い転じて福となすでしょうか。ちょっとまだついていけないかも。烈人氏とゴゾトスの権限付与機能は2つともパロッティさんが言ってたディスカバリー号に搭載されていた機能で、同じ宇宙船から来た証拠になるということ。例えば移民船8号のスーパーコンピューターが烈人氏だったとか。ええ、まさにその通りよ。
それについてもう少し補足するわ。ディスカバリー号にはサムという中央制御コンピューターが搭載されていました。それが現在のゴゾトスですが、サムの技術は8号線の烈刃士にも運用されていて、基本構造は酷似していました。よって同じ権限付与機能があっても不思議ではありません。なるほど。8号線は不時着の際に激しい損傷を受け、烈刃士を除く重要な設備や資料も修復の試みも虚しく、その大部分が失われました。ですが折しも異星文明の残した原玉資源が見つかり、オムニアムに代わる新しいエネルギーとしてその開発に力が注がれるようになりました。その甲斐あって8号線はアーシャやベラとは異なる独自の科学体系を発展させ、今日まで生き延びることができたわけです。はぐれていた仲間とこんな形で再会するなんて、運命の糸は最初から絡まっていたんですね。すみません。つい。この件はさておき、まずは目先の問題に集中するとしましょう。原報の解析結果によると、もう時間の猶予があまりないようなので、我々の仮説通り、ナインは術群禁地の負荷装置によって闇鬼となりました。でもそれだけではありません。異星文明の目的は新たな暗闇軍に君臨するネストマザーの誕生だったのです。異星文明も我々と同じように暗闇の存在に長年悩まされてきました。そこで策を講じたのでしょう。優秀な人材を新たなネストマザーに仕立て上げ、暗闇という種族を支配下に置けないかと。成功すればその驚異的な破壊力と進化力も手に入れられ、一挙両得というわけです。ですが結果的に転換に失敗した異星文明は報復を受け、ネストマザーを原玉遺跡に封印したままこの地を去ることになりました。旧域が外界から断絶されている理由はネストマザーが関与しているとの仮説もありますが、原報の解析を進めてみないことには何とも言えません。随分と面倒を残してくれたものだわ。しかし異星文明の目論みは図らずも実現するでしょう。それが現在のナインです。彼女はクリスタルポーラーを奪い、闇鬼の数を増やすことで勢力拡大を図ってきました。ナインが生き餌たちを闇鬼にしていったのもそれが目的だということ。ネストマザーと戦うための手駒にするために。今のナインの頭にあるのは種族の戦いに勝つことだけです。命の価値など塵ほどもありません。故に彼女は確実に最後のクリスタルポーラーを奪いに行くでしょう。もし本当に次のネストマザーが誕生してしまったら、今度こそ旧域は地獄と化します。それだけは必ず阻止しなければなりません。どんなに儚い抵抗だったとしても、旧域の先人たちが逆境を乗り越えたように、皆さん何としてでも何位より先に水中遺跡のクリスタルポーラーを入手するのです。ハガードの皆さん、どうか今回も力を貸してくださいませんか。もちろんです。ではバンウェイジュンのところに行ってください。彼女が水州に案内してくれます。くれぐれもお気をつけて。必ず成功してみせます。この実験結果だと、水州符を外界から遮断する分には何も問題ありません。本当は水州全域を網羅できたらよかったのですが。いいえ、限られた道源でこれだけの遮断フィールドを展開できるのはすごいことだわ。さすが
吸収重機ね。では計画通りクリスタルポーラーの護送作業に移りましょう。エクセキューターシャーリー、この方は吸収重機研究開発部の主任バンウェイジュンよ。お噂は金々、お会いできて光栄です。はじめまして。今度の作戦計画について話してたの？ええ、クリスタルポーラーのエネルギーを隠す方法が見つかったの。エネルギー遮断機といってね、これを水周府に設置して遺跡のクリスタルポーラーを移し替える計画よ。うまくいけばしばらくの間はナインを攪乱できるでしょう。第三代時の印システムが完成するまでの時間稼ぎになればいいのだけど。残念ながら遮断フィールドの展開可能範囲は水周府が限界なので、護送中はより遮断性の低い容器を使ってもらうことになります。だから難易に気づかれないよう慎重に行動していきましょう。本当は水周府までの道のりも遮断フィールドで守った方が安全ですが、力及ばずすみません。大丈夫、難易の思い通りになんかにはさせない。難易はどこにいるの？あの時なんで俺たちを？わからない。あの特殊な暗闇の出没地点から大まかな足取りを割り出すぐらいしかできないわ。今の難易の力をもってすればいつでも私たちを一網打尽にできるでしょう。この間の歌集遺跡の時もね、彼女の目標はネストマザーだから、私たちが直接脅威になるわけではないけど、障害になると判断すれば直ちに排除するはず。あなたたちが無傷で済んだのは単なる偶然か、思うように暗闇エネルギーを使いこなせなかったのかもしれないわね。次はそうはいかないってことか。最悪の事態も覚悟しないと。出発しましょう。ついてきてください。お恥ずかしながら私たちも先日ハダードの方から話を聞いたばかりなのですよ。我々神が地球という惑星から来た同族だということを。それに吸収重機の前身が地球時代の大手重機メーカーだったとは。八高専にはその主な製造設備が積まれていたんですね。着陸時の衝撃でほとんどの技術が失われたって聞いていましたが、残念でしたね。はい、だから原玉遺跡に残されていた時の鍵に頼らざるを得なかったのですけど、それで吸収重機も吸域の開拓に合わせて今の形に改変されました。我々の知る人級や天正閣などの機関が設立されたのはもっとずっと後のことです。私たちも初めて吸域の歴史について聞いたわ。自分たちの歴史を語る必要性をあまり感じていなかったのですよ。他の惑星から来た文明もみんな同じように暗闇に悩まされてるだけなのかなと。8号線は長年外界から断絶されていましたから、自分たちだけが生き残ったと考える方が自然かもしれないね。はい、そういう固定観念が定着してしまったんだと思います。今回の危機が去ったらみんなで賑やかに祝えるといいですね。暗闇は全部倒した。これでナインが我々の動きを察知することはないはずだ。
それと念のため金玉様に道元の調達を依頼して簡易的な遮断フィールドを展開してもらった。そこまでしてもらえれば十分よ。ご協力ありがとう。この方はハガードから来たイカロスさん。本作戦に同行してくれるわ。皆さんよろしくお願いします。こたびの一連の対策大変勉強になりました。ヴェラでも参考にさせてください。もちろん。準備が整ったなら今すぐ出発しよう。格納完了。誰も怪我してない？厄介なやつだったけどみんな無事みたいだ。そしてナインの早く貴玉様に報告しなければ。家臭府に戻りましょう。あ、また後で会おう。残りは任せてくれ。妙慶様、水中遺跡に大量の暗闇が発生。ご無事でしょうか？こっちは大丈夫だ。計画通り可能な限り足止めをしてくれ。もう気づかれるなんて。急ぎましょう。僕も遺跡に行きましょうか。ナイン本人が攻めてくることも考えられるので人手は多い方がいいと思います。そうしてくれるとありがたい。でも無理しないで。はい、また後ほど。さあ、皆さんが足止めしてくれているうちに急いで。フィールド前に着きました。これで一安心ですね。
間に合ってよかった。ナインの襲撃に合わないかヒヤヒヤしましたよ。でも襲撃はすでに別の場所で起きているので、いずれは水周府にたどり着くんじゃ。それにナインが暗闇エネルギーを入手できないようにクリスタルポーラーを破壊するのはダメなのかな。その方法は私たちも試したわ。以前ドクター・クレイフォーに人工クリスタルポーラーの破壊実験を依頼したことがあるの。その時に甚大な汚染が発生してね、本物のクリスタルポーラーははるかに純度が高いから、とてもだけどそんなリスクは犯せない。なるほど。ただ第3代時の印システムが完成すれば、より安全な実験方法を考案できるはずだわ。暗闇による環境汚染も対処しなければならないし、取り組むべき課題は山ほどある。そのためにもまずはネストマザーとナインの脅威を排除しないとな。時の印を改造できたら戦闘もだいぶ有利になるだろう。その件で報告したいことがあります。後で一緒に来てください。わかった。よし、ではクリスタルポーラーを格納しに行こう。これで護送は完了したけど、問題はこの後ね。水周遺跡の暗闇は全て倒したが、奴らの意識を介してクリスタルポーラーが奪われたことももう難易に伝わっているかもしれない。バンさん、みんなを研究開発部に案内して改造を急ぐんだ。俺は水周府の防衛体制を確認するから先に失礼させてもらうよ。はい、皆さんこちらへ。ここが九州中期の主な研究施設である管制楼になります。原稿の解析結果のおかげで原力技術に関する研究は大幅に進みました。そこで我々は暗闇を抑制する原力の特性をこの時の印にも搭載してみたのです。しかも導源を十分確保できるようになったおかげで時の印の出力もかなり増幅されています。まあ論より実践です。実際に試してみましょう。時の印を制御台の上に置いてみてください。
のは一体ネストマザー。ナインがネストマザーのところに。ええ、時空の裂け目が開いた瞬間、ネストマザーの強い意識が流れ込んできたの。ナインは封印の檻の中に入っていったんだわ。あんな力があったとは。電力遺跡の封印を解いた上に大量の暗闇を呼び寄せてくるなんて。水州だけじゃなく九域全域に深淵の渦が発生しているようだ。特に火州の被害が大きい。ランたちを助けに行かないと。水州の暗闇が片付いたらすぐ加勢しに行こう。ランたち無事かな。早く火州に向かおう。奪われたんだ。みんなご苦労様。ネストマザーとナイン、暗闇の二大勢力の戦いが始まれば莫大な暗闇エネルギーが放出されるだろう。九域の新しい希望になるのなら試す価値はあるかと。うん、今陣急から連絡が。新しい解析結果が出たからすぐに来てほしいそうだ。この窮地を打開できるといいのだが。今すぐ陣急に戻ろう。それじゃあこの闇鬼たちを倒しましょう。助けが必要になったら遠慮なく言ってね。行きましょう。とうとう危惧していたことが。解析結果によると水州上空に出現した裂け目は原力遺跡の中にあるネストマザーの檻につながっていました。ドクター・レビリアの言っていた通りです。あの時ネストマザーの指令が私にも届いたわ。ネストマザー復活という情報は時空を超越して他の全ての暗闇に伝達されたはずだから、ナインはクリスタルポーラーの奪取を急いでいた。原玉遺跡の封印が完全に破られる前に。原報の情報によると進化を遂げた実験体はネストマザーに戦いを挑むことになります。どちらが勝ったとしても九域の安寧を永久に脅かす強敵の誕生となることでしょう。残念ながら我々は最後の賭けに出なければなりません。方法はたった一つ。両者の戦いに介入し最悪の事態を回避するのです。幸い今の我々には第三代時の印システムという切り札があります。はい、暗闇との戦闘もだいぶ楽になりました。改造後の時の印はその威力もしかり時空操作や安定性にも優れています。その上原報の解析を通して原力技術に関する研究も急速に進み我々も異星文明と同じように原力遺跡の力を時の印に応用できるようになりました。皆さんが原力遺跡に入れば時の印が呼応して暗闇の力を抑制してくれるでしょう。これを機にナインとネストマザーを同時に封印できたらいいのだけど、全ては原玉遺跡内の状況次第ね。まずはネストマザーの檻につながる入り口を
もう一度開く必要があるわ。博士にもできるのですか？最善は尽くすけど、私一人の力では難しいかもしれない。私も手伝うわ。実は裂け目の時空乱気流の中にある特殊な座標を感じ取ったの。オムニアムを使えばネストマザーの居場所を特定できるかも。オムニアムで原玉遺跡の時空に干渉してもう一度座標を観測しようってこと。そうね、オムニアムを凝縮させれば理論上は可能だと思うわ。それなら宮域ですでに実験したことがあります。我々は宮域を覆っている時空間外壁の弱点を見つけ、そこに道元を照射しようとしました。道元不足により計画は頓挫しましたが、臨天門が開発した天門砲を今回の作戦に役立てると思います。天門砲にオムニアムを注入し、シャーリーさんが特定した座標に向けて一斉に照射するというのはどうでしょうか？オムニアムリアクターへの過重負荷が懸念されますが、ゴザトスと烈人氏に協力してもらえば黒曜の安定性は保てるかと。それには調整が必要ですので、少し時間をください。ではパロッティさんと同時並行で天文砲の起動準備に入りましょう。わずかな時間でもネストマザーに通じればいいのですが、シャーリーさんは陣急に残って座標特定をお願いいたします。わかりました。それと今回は私も同行します。陣急の主として宮域の運命とともに。今回は別行動になるんだよね。絶対に怪我しないって約束してよ。怪我してもシャーリーが手当てしてくれるから大丈夫。それじゃずっと私頼みだったってこと？どうしたの？いきなり黙って。シャーリーは強いなって。いつも支えられてばかりだよ。そんなの、私だって最初はお兄ちゃんを探しながら許しの天使になった意味を探したくてあなたと旅に出たわ。だけどまだわからなくて、学んだこともたくさんあるけど自分にはこれだっていう信念がないってことに気づいたの。でもいつだって前を向いて未来を切り開いていくあなたの姿を見ていたら、何のために戦っているんだろう、どうしたらそんな風になれるんだろうって時々考えていたの。でも立ち止まっても何も変えられないことは分かってる。だから決めたわ。ずっとあなたについていく。すぐには追いつけなくてもいい。でもせめて一緒に前を向かせて。いつも待ってくれてありがとう。あ、少し話しすぎちゃったね。みんな水州で待っているんでしょ。私ももう行かないと。話の続きは戻ってきてからにしよう。シャーリー、俺は。お兄ちゃんの話、次の旅の話、あとあなたの話も。話したいことがいっぱいあるけど、また今度ね。うん、約束だよ。当たり前でしょ、約束だなんて。今回もきっと大丈夫。あなたを信じてるから。絶対に絶対帰ってきてね。
始めましょう。黒曜起動。が図星、すなわち強調なり。何があった？どんどん湧いてくるな。全部ネストマザーが呼び寄せたものよ。大元を倒さない限り終わりはないわ。何位はどこまでたどり着いたのでしょうか。時間がありません。私たちだけでも先に進みましょう。あれ、時の印が何かの力に導かれているような。それは第3代時の印システムによるものです。原玉遺跡と共鳴してより強い力に反応しているのでしょう。とりあえず時の印に従ってみよう。ダメだ、通れない。妙ね。檻の中にいるはずなのにネストマザーの気配を全く感じ取れない。このゲートが力を遮断しているせい。いずれにせよこの向こう側にいるのは間違いないわ。ゲートを起動する装置がどこかにあるかも。もう少し詳しく調べてみましょう。
巨大な暗闇が。ネストマザー。ええ、私が先に近づいて。試してみたけど、普通の攻撃は一切効かないわ。領域のようなもので身を守っているのでしょうか。それも奴の能力の一部かと。原力遺跡の封印を強化する方法はあるはずです。周囲を調べてみましょう。ええ、もっと近づいてみるしかないわね。行きましょう。また難解なものが。この装置、前に私たちが起動したものと同じ原理のようね。じゃあもう一回やってみよう。近地の装置と同じ。でもこの深淵の渦の行き先は一体何のために。その答えはこの中にあるかもしれませんね。
ナイン。さっきのは、あれ、キーヨク様と博士。目が覚めたのね。具合はどう？大丈夫だと思う。どこも痛くないし。念のため、後で検査をしてもらいましょう。ありがとうございます。でも、いつの間に戻ったんですか？あなた、一体何が？あまりご無理なさらず、事情は今から説明します。ゆっくり体を休めながら聞いてくださいね。うん。ナインは異星文明の犠牲者です。とはいえ、彼女が奪った命の数々、闇鬼にされてしまった生き餌たちが戻ってくることはありません。残された人々の心の傷はあまりに大きく、旧域の歴史に永久に暗い影を落とすことになりました。それが彼女の意思ではなかったことは分かっています。ですから最後の瞬間にあのような選択をしたのでしょう。ナインが俺たちを助けたんですか？そして旧域に再起の時間を与えてくれました。彼女は我々に旧域の運命を託したのです。つまりナインは一瞬だけ元の自分を取り戻せたんですか？状況からしてそうとしか考えられない。あの時のナインは異星文明の供物ではなく、間違いなく自分の意思で旧域を救う選択をしたわ。白虎としての使命を果たすと同時に罪を償うつもりでね。その気持ちは私も共感できるわ。ナインは潜在意識の中でずっと抗っていたのかもしれない。うん、あの高度な異星文明でさえネストマザーを元力遺跡に封印するしかなかった。これまでの状況と原法の解析結果からして、あれはおそらく同族にしか倒せない存在なのかもしれない。ネストマザーは消滅する直前、強大な暗闇エネルギーを発射していた。ナインの介入がなければ旧域は跡形もなく吹き飛ばされていたでしょうね。ナインが守ってくれたの？覚えていないのも無理はないわ。暗闇の力を通してナインの心をわずかに感じ取ったけど、ネストマザーが消滅していくのと同時に種族の支配者がナインに置き換わったの。その時彼女はとっさに全ての暗闇エネルギーを元玉遺跡に集中させたわ。自分自身を封印するために？彼女は賭けに出たのでしょうね。自分が完全にネストマザーになる前に、そうなった自分に、そして暗闇という種族にどんな変化が起きるのか、全て未知数である以上、せめて異星文明と同じ方法で今度は自分を封印することにしたのでしょう。封印されたネストマザーは復活に長い時間を要します。根本的な解決にはなりませんが、少なくとも新たな道を模索する猶予は与えられました。それじゃあナインの今の状態は？とても弱っていて
わずかな気配しか感じ取れていないわ。うん。それとネストマザーが封印されようと暗闇を引き寄せる力は消えない。ただ統率が取れない以上大きな被害をもたらすことはないでしょう。暗闇の完全な撲滅はもしかしたら次の世代に託すことになるかもしれません。しかし道元や暗闇に対する研究、防御の強化など我々にできることはまだたくさんあります。新しいネストマザーがいつ覚醒するか分かりませんが、ナインの命がけの思いを無下にはしません。ナインはこれからどうなるんですか？個人的な見解を言うと、ナインの意識はあの暗闇エネルギーによって消滅した可能性が高い。そうなれば新しいネストマザーになった彼女を排除するしかなくなるでしょう。味方によっては彼女は旧域を救いました、先生の意思通りに。でも多くの人々はそのようには受け取らないかもしれません。残念ながらナインの罪が消えることはなく、そして償いを求められて叱るべきです。それは私たちが背負いましょう。うん。それと一つ悪い知らせがあります。心の準備をしてください。シャーリーさんが意識不明になりました。シャーリーが一体どうしたの？わかりません。列人誌の記録によると座標を特定した後突然気を失ったようです。処置を終え容態は安定しているのですが、原因は依然としてわからず、これからさらに詳しい検査を行います。今すぐ会いに行ってもいいですか？ええ、一緒に陣宮へ戻りましょう。